あーちゃん、あのさ、またそれじゃん。あーちゃん、もう見えてんだって。あーちゃん、ほくそねえちゃん。あーちゃーん。あれ、どうしたの？そんな笑顔で。え？え？何？その顔。撮ってって言ってきて。ん？何ですか？踏んだ。踏んだ？だ？踏んだ。だ？お前は。なんだお前それ。その大きさ。任天堂スイッチ。マイ任天堂スイッチ。そんな。キッズの遊ぶおもちゃじゃないの。私は届いた。大人のやつね、分かった。アダルトなものが届いたってこと。え、ウーマナイザー、シャック、ウーク、フラワーフォーム、ウーク、あのクーってフラワーフォーム。違います。え、アスカキララの水着です。いやーはーい、アスカキララちゃんの水着ちゃんが届いちゃいました。水垢を。え？何？見る？うん。見たい？うん。開ける？うん。よし、開けてみよう。だってアスカキララ、セクシー女優さんですよ。開けてみましょう。セクシー女優の水着なんてもう、じゃあ飛んでもないね。じゃん。ああ。こちら。じゃん。水着に興奮するこいつ男だ。え、どういうこと？もう乳首と皮膚だけやばい、つけているみたいな。やばい、絶対つけてない。いきますよ、いきますよ。せーの、じゃん。これはやばいです。何それ、やばい。水着が届いてしまいました。果たしてこれをあやさんが着たらどうなるのでしょうか。それは楽しみだけどさ。さぞかわいいんだろうなぁ。あーちゃん、どうして？何？最近のダイエット無双は、うん、もしかしてそれのためですか？チョーレス。あーちゃん、あーちゃん、フェルナンドチョーレス。エルナのトーレス。背中が網やみになってるんですよ。そしてもう、このお腹のとこがハートになっている。へぇ、これをあーちゃんは着ちゃいます。え、有名なの？有名なの。アスカキララの水着っていうのが可愛すぎるみたいな。あったね。じゃあちょっとあーちゃん着てみる。あ、もう本当にやばい姿になってしまったらもうこの動画すら出さないかもしれないし、いや、もうこの後とずっとモザイクがかかり続けるかもしれないから、よろしく。なるほどね、わかった。あーやばいわ、後悔してる今。入っちゃったよ。もう後悔してる。え、閉めといて。はい。待って見して見して、怖いでしょ。やばい、もうモザイク処理かもしれない。洗濯機うるさいからこっち来て。いきます。3、2、1。てれれーてれれれ。おーちゃーん、ちょっと、うん、やばいことがあって。うん。アスカキララちゃんはすごい細いじゃん。こうハートになるんだけど、私ハート、あー、そこのね、楕円みたいになっちゃう。そら豆になってる。ハートじゃないじゃん。ウエストが、本当は、こう、多分、こう、ちゃんとハートになるんですよね。あ、それがちょっと、私の場合、横にビヨンって引っ張られちゃってますね。うん、なるほど。でもいいじゃん。別に良くない？本当？うん。ゴブリン撮り。いやいやいや、幼稚園児じゃん。先生！一番！泣かないよなーって感じじゃん。確かに。
幼児体型だ。すごい後ろ可愛いんですよ。あ、後ろすごい。あ、じゃあ背中綺麗だね。あ、ダメ、こんなのエロすぎる。ダメダメ。どうですか、あーちゃん、念願の水着。いや、いいやんって思うけどね、俺は。本当？うん。ちょ、写真撮ってみるわ、精一杯持った感じで。うん。じゃあ今から、あーちゃーん、写真が撮れ終わりました。はい、それでは見ていただきましょう。うん、こちらです。やっぱね、ダメだね、幼児体型だわ。本物を見ていただきましょう。こちらです。あー、そして私がこちらです。アウト。まだもう一段階だけ早い。ん、別に細いとは思うよ。別にあーちゃん太ってはない。うん、縦が足りないね。なるほど。はあ、あーちゃんのアスカキララダイエットは失敗に終わったな。めっちゃ張り切ってたのに。あー、やられて、やらったやらった。まあちょっとこれをこの上の上まで行くことはできなかったんですけど、自分の中で、うん、中の下ぐらいまでは行ったかなって感じです。お、頑張ってください。頑張ってくださいじゃないし、ウー君が上の上まで、ウー君が乾いてて、ウー君が乾いててくれないいないの。あーちゃん、いや、比較を見たらウー君なんてあーちゃんのこと可愛いって言わない。ああ、はいはいはい、ウー君なんてあーちゃんブスって言う。はいって適当に言ってる。あーちゃんって可愛い。ウー君なんて可愛くない。あーちゃんが頑張ってダイエットしたのに可愛いって言ってない。まあ無理しないのが一番いいんじゃないですかね。うん、それがいいと思う。うん、無理するとやっぱ背伸びして疲れちゃうじゃん。背伸びしてるとさ、あのさ、リンパアキレス腱とかがさピキってなってきたりとかするし、うん、やっぱ無理するってよくないと思うんだよね、あの背伸びをするっていう意味。やっぱ自分は自分でもスニーカーをハパック履いててもやっぱスニーカー、あのなんていうの、スニーカーにしか似合わない自分になっちゃうから、たまには背伸びしてこういうね大胆な水着とかを着みるっていうのも私はやっぱいいと思うんだよね。一度しかない人生だし、絶対やってみたかったから。これ私アスカキララの水着絶対着たいと思ってたから、もう何もう文句言われようと、もう叩かれようと、私はこれをもう着る着る、買ったもん、2万したんだもん、買います、着ます、うえって街中で夢をさせれようと、私は自分の好きなことをして生きていく。生きていく。いい？ウー君。いいよ。ウー君がそこで可愛いって言ってくれないと、あーちゃんが言ってくる。こういろいろ成立しなくなっちゃうから。可愛いから。うん。ん？本当に可愛い。違う、適当に言ってる。ウー君、適当に言うし。ウー君？なんでそんなボサボサな髪の毛なの？ねえ。ん？いや、ちょっと待って、ここで私からもお願いがあるんですけど、ウー君も、もうちょっと見た目に気を使ってほしいです。本当に。使ってる。使ってないです。これはいつの T シャツですか？これは罰ゲームをで着させられてたやつをもうナチュラルに私服にしちゃう、まあ、それもいいと思います。別にいいと思うんですけど、服はいいですよ、うん、でね、私服がすごい個性的で芝居にしか似合わないと思うし、それをこう変えるつもりはありません、うん、ただね、ここです。これどうしちゃったんですか？これは増えちまうもんは仕方ねえ。いい大人がこんな髪の毛で外に出てたら、ちょっと頭がおかしい人にしか、まあちょっと頭がおかしいんですけど、外には出てねえ。出てます。ん？出てます。どこ？ちょっとその辺行くでもダメです。これはで家の中でしかいないもん今日。いやいやいや、え？ん？いつもちゃんとしてるよみたいな感じだけど、これで別に普通に外歩くじゃん。なんかひどいね。ひどいですね。今日はね、今日はじゃないんですよね。もう定期的にメンテナンスをするっていうことを心がけないと、こういうブリーチ髪っていうのはこうガシガシになっちゃうんですよ、ほっといてると。はい、もう私も結構好きなタイプの男の人がイケメンな人が多いじゃないですか。そう、清潔感がある人が。うん、3年前ウー君清潔感の話をしてるとき、おならで返事しないで。うん、ウー君くっせえ、うくっさ。すんごすんご吹き飛ばし、すごじゃ、このサブちゃんは終わりです。ありがとうございました。
バイバーイ。